俺はフォルセナの戦士、デュランだ。アルテナの王女、アンジェラよ。ローラントのリースと申します。よろしくお願いします。おい、デュラン、出番だぜ。しっかりな。ただいまより剣術大会若手部門1位決定戦を行う。御社前へ。お前なんかには負けねえぜ。やれるもんならやってみな。はじめ。ブルーザー、今日こそ決着をつけてやる。
今一気に型を作る。うわあ、ま、参った。そこまで。デュランの優勝だ。よくやったぞ。腕を上げたな、デュラン。草原の王国フォルセナの傭兵デュラン。父親は英雄王のかつての友人であり、黄金の騎士と称されるロキであったが、デュランが幼い頃に行方不明となる。親も病気で亡くしてからは、叔母のステラのもとに妹のウェンディと共に引き取られた。父親の思い出はほとんどないものの、やはり血は争えず、剣術において若手の中では右に出る者がないほどの腕で、フォルセナ国の傭兵として英雄王に仕えるようになった。眠いな。もうすぐ交代が来るから、それまでの辛抱だ。俺はちょっくらもう一回りしてくるよ。ドラゴン大使だよ。今度の敵は竜帝と呼ばれるドラゴン族の中でも最強のやつだ。だが大丈夫、リチャード王子と私なら必ず勝てるよ。デュラン、お前は男の子だ。妹のウェンディと母さんを頼むぞ。血も盗まない。ロキは私を助けようとして竜帝と差し違え、竜帝と共に底知れぬ穴に落ちていってしまった。私たちはその後一週間そこに留まってロキの捜索を続けたのだが。そうですか。あの人は、ロキは最後まで黄金の騎士であり続けたんですね。彼もきっと本望だったと思います。シモン、しっかり。ステラ姉さん。シモーヌ、どうしてこんなになるまで病気を放っておいたんだよ。私が病気だと知ったら、きっとロキは安心して戦いに行けなかったと思うの。私はあの人の足手まといにはなりたくなかった。バカだよ、あんたもロキも。姉さん、子供たちを。安心しな、あんたの子供たちは私がちゃんと面倒を見てあげるよ。よかった、ありがとう。シモーヌ！いけねえ、うっかり寝ちまった。しっかりしろ。一体何があったんだ。あれは、
なかなか勘の鋭いやつだ。何がおかしい？お前はこの城一番の剣士であることを誇りにしているようだ。だが自分の弱さを思い知るがいい。黙れ！ダッツイ！まだまだ子供だな。こんな奴を雇っている英雄王は大した王じゃなさそうだ。なんだと？国王陛下を悪く言うことは絶対に許さん！とどめだ。城内に侵入者がいるぞ！探せ！命拾いしたな。今日はこれで引き上げる。まあ、慌てなくてもこいつのような雑魚相手ならいつでもたやすく我らの占領下に置くことができるだろう。待て。昨夜城内に侵入した謎の魔導士によって警備についていた者たちがやられ、生き残ったのはデュラン一人。目撃者の話では赤いマントをつけていたという。噂に聞いたアルテナのグレンの魔導士に違いない。ではアルテナが不届きにも我がフォルセナにスパイを送り込んだというのか？許せん。向こうが攻めてくる前にこちらから全面攻撃を仕掛けようぞ。おう！まあ待て。敵がアルテナという確かな証拠があるわけではない。それになぜアルテナが我が国に対して攻撃をしてくるのかもまだ明らかになっていない。昨夜誰にも気づかれずに城内に潜入し、あのデュランでさえもかなわなかった相手。今下手に動けば敵の罠にはまる危険性もある。まず城内の軍備を固めた上でアルテナの様子を調べるため、こちらからもスパイを送り込んでくれ。よい！アルテナ、断りの女王、なぜフォルセナに？少し街を歩いて頭を冷やそう。
ここは占いの館じゃ。なんじゃ、ずいぶんとしけた面の客じゃの。なんだと。人の運命は 99% まであらかじめ決まっておる。じゃが残り 1% に未来があり夢がある。人はその 1% をこう呼ぶ、希望と。お主、何か悩み事を抱えておるのじゃろう。どれ、この占いババが占ってしんぜよ。うるせえ。俺は占いなんか信じねえ。力だ。信じられるのは力だけなんだ。やいババ、どうすりゃ俺は強くなれるんだ。何するんだよこの乱暴者。そんなに強くなりたきゃ生徒ウェンデルへでも行きな。光の司祭ってのがクラスチェンジの方法を知ってるってさ。クラスチェンジ。あんたみたいなひよっこはひよこ戦士にでもクラスチェンジするんだね。さあとっとと出てっておくれよ。あの紅蓮の魔導士に勝つためなら何だってやるぜ。よし、一丁生徒ウェンデルまで行ってみるか。あの紅蓮の魔導士を許さない。何があっても必ず倒してやる。それまではここには帰れない。帰らない。同じブロンズソードだけど、こっちの剣と取り替えていきな。これは？あんたの父さんが若い頃に使っていた剣さ。ロキもこの剣で剣術大会に優勝したんだよ。決勝で英雄を破ってね。さあ行きな。ウェンディには私からちゃんと言っておくから、後のことは大丈夫。旅立つ前にお城によって大さっ。
国王陛下が。ロキの息子ならきっと旅立とうとするはずだって。さすがだね。まあ私も伊達にあんたたちの母親代わりをしてたわけじゃないから、そうなるとは思ってたけどね。おばさん、ありがとう。きっと戻ってくるよ。旅立つのか、デュランよ。王様、私が不甲斐ないばかりにむざむざと敵を逃がしてしまい、誠に申し訳ありません。私はあの魔導士だけは許すことができないのです。生まれて初めて敗北を喫したばかりでなく、我が国王陛下を侮辱したあの魔導士を、私はあの魔導士に打ち勝つまではこの城には戻れません。そうか、わかった。気をつけて行くのだぞ。ありがとうございます。あいついい目になりおった。以前はプライドが高すぎて心配だったのだが、ロキの若い頃にそっくりだ。
Yeah!
グレンの魔導士め、俺は強くなる。誰よりも強くなってやる。そして必ず勝つ。グレンの魔導士に敗れ自信を失いかけたデュランであったが、いつの日かあの魔導士に打ち勝つため聖都ウェンデルへと旅立った。この町は我々ビースト軍が占領した。おとなしくしていれば危害は加えない。ビーストキングダムの獣人たちがここジャドの町に攻めてきたんだ。奴らに港は封鎖されちまった。おかげで船は全部欠航さ。もうどこへも行けやしねえ。町を占領しただと？獣人め、ふざけやがって。ぶっ倒してやりたいが、さすがに敵の数が多すぎるな。街の様子がいつもと違う。あんたも気をつけな。
らっしゃい。いい商品揃えてるよ。毎度あり、またのお越しを。イーストキングダムの獣人たちは昼間は普通の人間と見分けがつかないが、夜になると獣に変身することができるんだ。夜は表に出ない方がいいぞ。実はそこが狙い目さ。奴ら変身している間は血が騒ぐのか、じっとしていられないみたいなんだ。それで夜な夜な漁師様の館に集まって好き放題暴れ回ってるのさ。その間は警備が手薄になる。町を抜け出すチャンスだ。仕方ねえ。警備が手薄になる夜まで宿屋で休むとするか。一流の剣士はこう焦らないものだからな。この町も戦いに巻き込まれている。俺の故郷でも戦争を始めようとしていた。世界中戦争だらけ。一体どうしちまったんだろう。
Take!
誰も信じてくれないけど、俺は見たんだ。変な光が湖の上空を飛んでるのを。きっと今夜も現れるかも。ぶっ壊せそうにないな。仕方ない。どうすりゃ突破できるのか聞き込みに行くか。いらっしゃい。また来てくだされ。いらっしゃい。いい商品揃えてるよ。
毎度あり、毎度あり、またのお越しを。いらっしゃい。いい商品揃えてるよ。なかなかの品だな。またのお越しを。いらっしゃい。なんだあの光、モンスターか。なんだか知らねえが面白そうだ。追いかけて叩き。
なんだか知らねえが面白そうだ。追いかけて叩き切ってやるか。しっかりしろ。もう大丈夫。あなたは？俺はフォルセナの戦士デュランだ。アストリアの宿で光が見えたから。ちょうど行くところだから構わんが、滝の洞窟には結界が張られていて通れないんだ。それは私がいれば多分大丈夫。さあ急いで、マナの聖域に異変が起こっているの。マナの聖域？それは鳥屋の村の方だ。何があったんだ。急いで戻ってみよう。私はあなたの中に入り込んで休ませてもらうね。しばらく姿が見えなくなるけど、
心配しないで。ちょっと待って。ほら、早くアストリアに行ってみましょう。ああ、頭の中から声がする。なんか変な感じ。早く。たく、わかったよ。ねえ、あなたはなんでウェンデルを目指しているの？どうしても強くなる必要があったら、クラスチェンジの方法を知りたいんだ。そう、いろいろと事情があるのね。襲われたようね。ひどいこと。一刻も早くウェンデルの光の司祭様にこのことをお知らせしなければ。ウェンデルが危ない。洞窟に入れないのよ。頭きちゃう。
ああ、それだったら。え？フェアリーが入れるようにしてくれるって？マジ？私も森の中で光を見たのよ。行かなくてよかった。そんなのに取り憑かれたくないもん。災難だったわね。じゃあさっさと入れるようにしてもらってよ。それから私をウェンデルまで連れてってね。ずっと一人で疲れちゃった。